でね、このそれぞれこのアーキタイプにはシャドウがありますと、はい、この世の中にはこの精神生活そのものを未知の世界と捉える人もいますと。それはどんな人たちでもこの精神生活、精神活動みたいなものを未知と捉えて、それを恐怖心を抱く人もいますねと、はい、昨日のライブでも怪しいみたいな指摘をいただいたんですけど、はいはいはい、やっぱりこのユングは結局東洋に出会い、はい、あのスピリチュアルに入っていくじゃないですか、はい、マンダラを見て、はいはい、僕の頭の中が書いてあるって、はい、でやはりこのヒーローズジャーニーの本の書評を見ても、はい、これはスピなことが書いてあって、はい、怪しいっていう星1をつけてる人もいたんですね、はいはい、で読むとやっぱりこの監視役してるのが鏡隆二という、はい、あの占いの人なので、はい、あ、なんかこのスピリチュアルとかね、はい、霊がとか書いてあるので、なんかとんでも凡だみたいなのがあったんですけど、はい、なんでそれを受け付けない人もいるだろうなとは思います、はい、恐怖心とかじゃなくて、はい、そういうの受け付けませんって、はいはい、体調ってどっちかっていうとそういうのも寛容じゃないですか、はい、あるかもしれないねって、まはい、まあ、何を言ってるかが重要ですからね。なるほど。話を聞いて納得できないものは納得できないというだけの話で、はいはい、かといって引き寄せを批判するでも否定するでもなく、まあ、完全に否定できる根拠はないですからねっていうぐらいの広さが欲しいと思ってます、はいはい、でこのシャドウがあるよと、この英雄はドラゴンに立ち向かうが、ドラゴンにもさまざまな種類があるかもしれないと、はい、それどころか集合的無意識から複数のアーキタイプが現れるのを認めようとしない人には、かっこアーキタイプそのものを認めていればの話だが、心の中の世界にも外の世界にもドラゴンが住み着いているように思えるはずだと。そうなったら世界はとてつもなく恐ろしい場所に見えることだろう。12のドラゴンはそれぞれのアーキタイプのシャドウの姿だ。まあ、囚われの話なんですかね、はい、でこの隠れた財宝を見つけなければ、この辺が多分怪しい、そんなのないなんて言われるゆえんなのかもしれないんですけど、この7つの大罪に匹敵するほどの致命的な存在になりかねないと。じゃあそれぞれこのアーキタイプがどんなシャドウを持っているか、はい、まず幼子、幼子は否定する能力からも明らかなように、実際に起こっていることを自分自身に悟らせまいとしますと。自分や他人を傷つけてもその事実を認めようとしません。人から傷つけられることもあるが、その事実も同じように封印してしまいます。あるいは他人のものの見方が自分の見方と正反対であっても、その人の言葉を信じてしまいますと。これがね、化け物語っていうのを見ていて、はい、見てる人いますかね。今更いないかもしれないんですけど、はい、そこになでしこちゃんっていう中学生が出てくるんですけど、その子は純粋無垢がゆえに神になるんですが、はい、こんな感じなんですね。幼子、あ、なんか物語に使われてると思って、はい、あ、今自分が体験を話しただけです、はい、すいません。今はすいません、幼子のシャドウです。では次、孤児のシャドウ。自分の能力不足や責任感の欠如はもちろん、自らが犯した略奪的行為まで他人の誠意にする犠牲者であり、自分はずっと不当な扱いを受けてきた、自分はか弱い人間なんだ、はい、HSP なんだ、はい、とは書いてないですけどね、はいはい、と訴えながら特別扱いや免責を期待しますと。このシャドウ側に支配されると、救いの手を差し伸べてくれた相手のことまで攻撃して、自分と相手を同時に傷つけますと。さもなければ挫折の末に機能不全に陥ってしまう。すなわち、私に何かを期待しても無駄ですよ、私はものすごく傷ついた状態なんですから、はい、というところから動こうとしない、はい、これツイッターにいますよね、まあ、と、はい、僕が見ています、はい、もうツイッター最近こんなんばっかって、はい、と思った時に、はい、あ、ここでようやく僕はブランドだなと思ったんですね、はい、
そこの層に向けたものを提供する、はい、救いの手を救いの手を、はい、あ、ブランドアーキタイプはこのことを言ってるのか、はい、でだから HSP の本を提供するんじゃないですかっていうところに若干今、はいはい、結びついてきてるところなんですね、はい、すいません。では戦士、戦士としての手腕を私利私用のために利用し、道徳感や倫理観、グループ全体の利益を見ようとしない悪人だと。人と競う、勝利を勝ち取る、自分の欲求を通すっていうためには理念を曲げざるを得ないって感じると、待ってましたって言わんばかりにこの戦士の部分が活性化しますと、はい、現代のビジネス社会にはたくさんいますよねと。で、争いが日常化した環境でも姿を現すので、自分の身に降りかかることが侮辱的行為、威嚇、目の前に立ちふさがる障害物としか思えなくなります、はい、手を差し伸べてくれてるのに、はい、敵、はい、って見る拳だと思うそうなんですよね、はいはい、では、援助者のシャドウ、苦しむ殉教者であり、ほらあなたのためにこんな犠牲を払ってきたんですよと訴え、相手が罪悪感を抱くように仕向けますと。人をそうやって操る、自分のものにしようとするといった行為の最中に現れ、面倒を見るという口実でその人を自分の支配下に置こうとしますと。共依存の関係や面倒を見たい、救ってあげたいという脅迫観念に駆られていますと。はい、これエニアグラムの話ですよね、タイプ2、はい、タイプ4に落ちた姿、はい、はい、要はプライド、支配するのはプライド、すいません。で、探求者のシャドウ、探求者のシャドウは、完全主義者であり、常に到達不能な目標を達成しようとしますと。正しい答えを見つけようと奮闘しています。探求者の影に取りつかれている人はスポーツジムから自己啓発のセミナーに至るまで、さまざまな自己改善の場に主要な活動領域を置きながら、いつまでたっても全力で何かを成し遂げるための準備が整うことがありませんと。これは潜在能力を重視する風潮の暗部を示す病的な兆候であろうと書いてあります、はい、これはエニアグラムタイプ1の話ですかね、まあ、5かもしれない。なるほど、はい、では破壊者、破壊者のシャドウ、なんか破壊者のシャドウって善落ちな感じがしますよね、はい、善に行く感じがするんですけど、でもまあこのそういう破壊じゃないってことですよね。はい、おっしゃる通り、悪しき習慣を破壊するみたいな、はい、はい、おっしゃる通り、はい、自己破壊的な行為、依存症、脅迫、衝動の脅迫、親密な関係や仕事上の成功や自尊心を踏みにじるような行為と、他人に破壊的影響を及ぼすような行為のすべてにそれが内在していますと。まあ、なんかうまくいってる人が、はい、っていうのはあるかもしれません。シャドウにとらわれる、とらわれると、はいはい、全部壊すみたいな話じゃないですか。そうですね、はいはい、で求愛者のシャドウはセイレーン、かっこ旅人を誘惑して旅の目的を忘れさせる誘惑者、愛情を武器にし相手を征服する。これはセックス依存症や人間関係への依存、愛がないと生きていけないみたいな、はい、この劇場に流されるとノーと言えなくなる人や、恋人が去ると完全に打ちのめされて動けなくなる人に内在しています、はい、で創造者のシャドウは取り憑かれた様子でさまざまな可能性に手を出すので、どれもこれも中途半端な印象を与えてしまうと。重要とは思えないようなプロジェクトや難題、新たな課題で空虚な心を満たそうとしますと。ワーカホリックもこの一種であり、常にまだ何かすることがあるはずっていう考えに浸っている時にこれが現れます、はい、で統治者のシャドウは鬼のような暴君であり、自分のやり方に固執して王国かっこあるいは心の創造性の目を踏みにじり、どんな犠牲を払ってでも支配権を手放そうとしない、独善的な怒りに駆られてそのものの首をはねろって叫ぶ王や女王の姿を彷彿とさせますと。かっこ
子供を厳しくしつける親のようにと。これは権威のある立場にあっても、それに付随する責務にどう対処すればいいのか分かっていないと、人々はその独善に駆られ、そうした行動を取ると。何かを支配したいっていう衝動に突き動かされている人の中にも、この統治者の影が潜んでいますと。で、魔術師のシャドウ、邪悪な妖術使いとしてその人の未来から輝きを奪ってしまう存在。私たちがそうした邪悪な妖術に魅了されるのは、自分や他人を軽んじたり、選択肢や可能性を自分の手で狭めている時であり、結果的に自尊心の低下を招いてしまいますと。魔術師の影はネガティブな思考や行動で自分や他人を不快にさせるという、誰にでも備わっている能力ですと。で、賢者にもシャドウはあります。感情のない冷淡で合理的で薄情で独断的で、時として尊大すぎる裁判官として私たちの評価を行い、まだそれは十分とは言えないとか、正しいやり方をそれはしてないっていう意見を述べてくる。で、道家のシャドウは退職家や武将ひげの武将ですね、はい、とか、公職官、式状況というか、はいはい、威厳も自制心もなく、欲望や肉体的な衝動のままに行動していることが明らかな人間だというシャドウがありますと。ただこの旅を始めたばかりの頃は、そうしたドラゴンを外界の生き物としてみなして退治しようとするかもしれないが、それは旅を続けているうちに、まあ、生きていくうちですかね、人生という旅を、これは自分の中にも住んでると理解できるようになりますと。で、内なるアーキタイプのポジティブな側面を統合する方法を覚えれば、私たちの中にいるこうしたドラゴン、もしくは外にいるドラゴンも頼もしい味方に姿を変えますと。例えばあなたのことを批判する人物があなたの賢者の影を呼び起こそうとしたら、ポジティブな賢者を前面に落ち出し、あなたの基準は満たしていなくても私の基準は満たしていますと説明すればいいと。そうすれば旅が終わる頃にはドラゴンが姿を消しているだろうと。で、また取り憑かれているといっても、相手がネガティブなシャドウとは限りませんと。アーキタイプのポジティブな姿に取り憑かれていることもあるからだと、みたいなことが、はい、エニアグラムを読んでいるかのようですね。はい。